皆さんこんにちは、高尾です。ちなみにちなみです。ちなみに僕は鈴木です。はい、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。いいぞ。コントロールがあんまりつかないんですよ。グリップとラケットヘッドの関係性を考えた方がいいですね。今日はしなみさんのバックボレーの強化術ということで、はい、まあ、これまでフォアハンド、バックハンド、そしてフォアボレーもやってきましたけども、はい、まあ、あのバックボレー の, このご自身の印象というのはどういうことを。やっぱりちょっと苦手意識がありますね。バックハンドのストロークはどちらかというと好きというかね。そうですね、はい、ボレーになると何が変わるのか分かんないんですけど、うん、はい、あ、バックに来たってちょっとうって思ってしまいます。あ、本当ですか、はい、まあ、今日はヤミさんのバックボレーということで、はい、ぜひ、まあ、僕はあのボレーが得意、ね、プレースタイル的にもそうなんですけど得意なんですけど、はい、あのそこをなんとかね少しでも良くなるように努力したいと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。下手に、はい、ラストいきましょう。 OK、 いいです。両手で打たれてて、はい、左、あの、しなみさんは左利きなので、はい、ずっと右手はついてた方がいいですか。なんか力入りそうな感じがします。どちらかというとこの右手で押してるイメージで打ってました。なるほど、まあ、ストロークだと、少しね、この左手と右手がこの間が空いてたので、はい、うまくこのなんていうのかな、ヘッドをクッと返すことができるんですけど、はい、ボレーになるとこのヘッドの部分がこうグラグラ動くっていうのは極力避けたいんですよ、はい、なので、変にボールが来る時に、もっと腕のところをクッと後ろに行ってもいいかなと思いますね、はい、当てることが重視になりすぎて近くにしてここから急にグッとグッと小さく振るよりも、はい、もう少しスイングをちょっと大きくしてみましょうか。大きく、はいはい、ただし打点は前すぎると力が入らないので、はい、気をつけてください、はい、ちょっと調整しながら どのあたりがいいんでしょうか。もうね、やっていく中で、はい、ご自身で多分僕もうまくいった時には分かると思うので、はい、ご自身でちょっと体感してみましょう。はい、はい、よいしょ。 OK、そう、スイングを少し大きく根元に当たらないように気をつけてください、はい、OK、 OK、 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 いいです。と無理にたくさん、はい、ひねろうとは思ってほしくないんですけど、もう気持ち状態、うん、あの下半身に対して、下半身に対して状態がもう少し、はい、後ろに行くといいです。ただしその時に気をつけてほしいのが、ラケットそのものもぐっと後ろにやってしまうと、もう当たるまでの距離があまりにも長くなって綺麗に当たることが難しくなるので、はい、腕は自分の見えるとこでいいので、はい、もう気持ちいい状態を少しひねれた方がいいかな、はい、でそれを少し戻す、戻しながらラケットも、前すぎず横すぎずですね、うん、その加減はね、もう打ちながら、はい、はい、力の入る方向にちょっと動かしてみましょうか、はい、お願いします。ラストいきます、はい、それぐらい、ね、スイングした方がいいと思います、はい、とやはりあのバックハンドのストロークでもあったんですけど、うん、つく前足、いわゆる左足がやっぱりどうしてもね、つま先立ちになってしまう、はい、もうこれ ある意味ちなみさんの癖の一つでもあるし、そういう方、はい、多分ね、一般の方でも結構多いと思うので、はい、もうそこもうまくスッとこう打ち終わった後に歩きながら、もう
かかとからちょっと入っていくで戻ります、はい、準備する打つっていうのをゆっくりやっていいと思います。どうしてもね、はい、あのボール出しの練習になると次行きたいからすぐこう戻ろう戻ろうと思っちゃって、うん、つま先から入りやすいので、はい、そこちょっと気をつけましょう。はい、はい、お願いします。お願いします。 OK、いいですよ。ダイナミックに動いていいです。あの遠慮せずにいいです、いいです。変に入れようとしすぎず OK、 いいですよ、いいですよ。 OK、 えい、OK です、ナイス。そう、力を入れたままラケットをうまく動かすスイングをしてください。前で取りすぎないように、そう、前で取りすぎない。 OK、 ラストいきましょう。 OK です。どうですか、苦手意識はちょっと減ったように思うんですけど。そうですね、ちょっと減りました、はい、結構グッと前に押していいんだ、スイングしていいんだっていうのが、はい、自分の中で意外というか発見でしたね。あの、よかったです、はい、あのね、どうしてもね、うまくいかない、なんか苦手意識ある方って、あのもちろんスイングそのものも小さくなるのと、あと動きも小さくなるんですよ、うん、はい、ボールに当たらなければ当たらないほど合わせよう合わせようと思って、うん、ダイナミックな動きっていうのがちょっとなくなってくるので、やっぱりこう下半身でもっとあの打つ前に少しスタンスを広げてグッと待つことで、はい、それによって重心が下に安定して、もちろんあの広すぎたら動きにくいですけれども、待ってる時の姿勢で次の動きっていうのを引き出すので、やっぱりダイナミックな動きからスイングもちょっと、大きめに取る。ただしこれが例えばラリーのとこになってボールが速くなったりテンポが速くなったら、ご自身で少しコンパクトにするっていうのをやりながら、このボール出しの練習のところはやった方がいいと思いますね、はい、もっと逆になんかこうしたいってのありますか。こうしたい、コントロールがあんまりつかないんですよ、うん、とりあえずコートの中に入れ、はい、クロスかストレートかぐらい。あ、なるほど、まあ、打ち分けるっていうのはね、はい、なかなかあのこの打点のところの技術というのもありますから、はい、あのいわゆる変になんか急にコースを変えるというよりも、はい、飛んできたところからちょっとだけでいいのでこの角度をつけるっていう程度のことで、はい、今はいいのかなと思いますね。あとそのコースを決めて打つときに、はい、そのどこで変えるんでしょうか、その踏み込む足でコースを決めていくのか、ね、もう本当コースを変えるのってあのよく言われるのが、前で取ればクロスで後ろで取ればストレートとは言われてると思います、はい、でもその打点をすごく違いが出すぎるよりもですね、はい、自分の持っているグリップとラケットヘッドの関係性を考えた方がいいですね、はい、ラケットヘッドがちょっと前に出ている時で当たったら、どの場所からボール来ても必ずこれはもう、ちなみにさん、あの左利きですから、はい、必ずクロスに行くんですよ。そうですね、あの入射角と反射角の関係ですから、はい、でクロスに打ちたかったらグリップよりもラケットヘッドをちょっと前に出す、はい、でストレートに打ちたかったら、ラケットヘッドを後ろにするというのも一つのアイデアですけども、グリップのところを逆にちょっと前に出してあげるっていうのも、あのそれほど打点の位置っていうのはこれ変わらないんですよ、うん、変に前で取るクロス、後ろで取るからストレートってやると、はい、ストレートに打つときにボールを引き込みすぎて逆に振り遅れちゃう、うん、だから取る打点は常に自分の前側でやるんですけど、はい、グリップとラケットヘッドの関係性をちょっと考えた方がいいかもしれないですね、はい、はい、ではラストやってみましょう、はい、お願いします。 OK、 いいですよ。気をつけてね、無理にクロスに行こうとしすぎないように、はい、飛んできた方向、そうです、そこで十分です、そこで十分です。 OK、 ナイスボレー。 OK、 ボールの高さにちょっとラケットのセットを心がけてください。 OK、 OK、OK、ストップです。あの面をちょっと上向いて、上向くっていうのはこう面が上向いた状態で当てようとしすぎるとボールが上に行く可能性があるので、当たる時にはね、もっと垂直の、あのいわゆる地面に対してまっすぐ垂直の面でいいと思います、はい、で、はい、上から入るけどもその形で
当たりたい。もちろん後ろから前でもそれは一緒なので、うんうん、あまりこう上を向けていわゆるそのスライスをかけようかけようと思うと逆に難しいので、それ意識しちゃってました、はい、そうですね、はい、ちょっとこうね垂直かけたいかけたいってなってるので、はい、もう厚く当てていいです。はい、はい、行きましょう。 OK、 いいですよ。ラケットの少し先、そう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 、いいボールです、いいボールです。 OK、 浮かないようにラケット面うまく調整しましょう。 OK、 いいです。 OK、 いいです。ラストいきます。もう一回いきましょう。ラストいきましょう。 OK です。チャンネル登録よろしくね。そう、ラストお願いします。どうですか、思ってるよりも、はい、開い、なんですか、開くったら変なんですけど、そうですね、はい、上にこうくってこう、はい、僕はね、送り出す感じ、もうね、他のプレイヤーとかいろんな人には鈴木隆夫のボレーってこうやってられるこういうなんかイメージがあるらしくて、はい、だから僕はやっぱね、コンチネンタルグリップよりもちょっと厚めでフォアは握ってるので、はい、逆にアンダースピンをいわゆるスライス回転をかけようっていう、かけたボールを打ちたいわけではないんですよ、はい、やっぱりこう少し厚めに当てて、うん、ボールのスピードをしっかり出しながらもコントロールしやすいようにしているので、うん、ちなみにさんはバックボレーの方でやるので、はい、逆にねこう上から下っていうイメージよりも、うん、ボールの高さに合わせて、はい、うまくいわゆるレベルスイングをした方が、はい、なんかいいような気がするんだよね。だいぶこう頭の中のイメージと違いました、はい、ちょっとやってみます。はい、ちょっと一回やってみましょうか。はい、できるかな。はい、いいです、じゃあ思い切ってやってみましょう。はい、じゃあラケット面だけは、おー、そう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 、しっかり力入れといてね、力入れといて、 OK、 力入れといて、タイミング気をつけて、ボールが来るタイミング、そう、振り出すタイミング、そうです、そうです。OK、 ラストいきます。 OK、 いいです。やっぱね、もう僕すごく思うのが、もう僕もちっちゃい頃から、はい、ボレーの数打ってる数が多いんですよ、はい、うん、だから上手くなってきたとも言えるので、うん、ぜひね、ちなみさんにはボレーをやる回数を、はい、まずまあ、レッスンであったり、うん、まあ、ご自身で、ね、テニスをする時もちょっと数をね増やすことが必要かなと思いますね、はい、はい、多分ストロークたくさんやってますよね。そうですね、なんだか比率という意味ではそうだと思います、はい、スクールで最初に習うのってストロークで、はい、もう最初はもうボレー出るのが怖くって、はい、なるべく後ろでいよういようっていう風にして、うん、最近やっと前もちょっと頑張らなきゃってことに気がついてきて、まあね、はい、今やっとやり始めたので、うん、圧倒的に数は少ないと思いますね。だからこう経験が積み重ねなっていくことによって得るものと、はい、あとやっぱボール数を打つことによって得られるその感触っていうのが絶対ありますから、うん、あと動きもありますよね、はい、そういった部分を、どんどん積み重ねて、もっともっとね、ボレーというところはレベルアップしてほしいなと思います。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。空手にチェインカップ参戦決定。僕と試合したい方、お待ちしてます。 Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a like. By pressing the subscribe button, you can join the Star Tennis Academy right away. Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school. Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye!